はい、今7時15分百丈峠の駐車場から出発して百丈平ヤンブシ方面へ上がってきます。山頂まで1時間、そんなかかんないよねはい、じゃあ行ってきます。今ここはちょっともう影になってるのでそんなに風はないですけど、ここに来るまでの間結構風が強かったですね。稜線に上がると風が強いかもしれません。今ウィンドブレーカーを着て登り始めています。はい、百丈平へ上がってきました。はい、ではヤンブシ上がります。今日はですね、装備はやっぱり前回と同じような OMM のウルトラ15を使ってます。本当はサブウルトラライトに近いそういう装備で来ようかなと思ったんですが、もしかすると厳しいシチュエーションになる可能性があるので、まあ、一応緩いハイクではあるんですが、万が一のことを考えてこのコンパクトなパッキングにしてます。ベースウェイトが 2.8 ぐらいだったかな。バックウェイトが 5.3、 そしてフル装備でそうですね 6.7 ぐらいだったかと思います。はい、ヤンブシ小屋の入り口まで上がってきました。やっぱり風がありますね。しかし爽やか、ここは相変わらずいいな。ここは大好き。前回に比べると紅葉も少しずつ進んでますね。赤い葉っぱも見えます。西日陰沢分岐まで上がってきました。ヤンブシ方面行きます。今回はですね、靴を変えてきまして、アディダスのこれアグラビックだったかなを使ってます。前回使ってた AX2R もまだ現役なんですけど、ブロックの角が丸くなってきてるので、今回はグリップを確保したいと思って、まだそんなに履いてないアグラビックを使ってます。 AX2R ほどまだ馴染んでないので、途中何回か止まって靴紐を結び直したりなんかして、上がってきています。はい、ヤンブシ山頂直下の開けたところに出てきました。いやー、今日の富士山はいいですよ。まあ逆光の時間帯なんでシルエットという感じですが、いやいい天気でもやっぱり風が強い。結構林が鳴ってます。はい、7時45分ですね。ヤンブシ上がってきました。いや、今日の南アルプス方面はかなり綺麗に見えてます。上高地、聖、赤石、悪沢、そして布引山と猿ヶ岳ですね。なんか聖岳ってこの辺から見ると
こう思ってる人いるかな、あのレッドブルの背中みたいだと思いませんか。自分だけですかね、そんな風に思うのは。はい、ではここからはですね、今回は初回のですね、アビオック周回重走、あの雪の時ですね、あの時に降りた大笹峠へ降りたいと思います。今回はですね、このまま白根南嶺ですねを青柳山方面へ縦走していって、小笹平っていう笹原の楽園みたいなところがあるんですけど、そこで一泊したいなっていうのが今回の目的です。じゃあちょっとここからザレザレの道ですけど下っていきます。